このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は繁殖場からレスキューのシャルト流、卒業決定したことを8キロのわがままボディということでですね、この子がシャルト流のセラちゃんって言いますよ。丸顔でグレーですごい可愛いですよね。ちょっとねブリティッシュショートヘアかなとも思ったんですけれども、シャルト流らしいんですよね。しかもめちゃくちゃねスリスリしてくれるんですよね。初対面なんですけれどもね。セラちゃんプロフィールにはですね、慣れるまでちょっと時間かかるみたいに書いてあったんですけれども、もういきなりスリスリしてくれておりますよ。いやーかわいいわー。もうクリクリしたお目目かわいいでしょ。ソファーに移動しました。実はですね、ご飯が終わった後なんですよね。セラちゃんどこ行く、横になってくれるかな。ケリケリされた。やっぱお腹は苦手かな。でも怒ってるというよりもじゃれたいっていう感じもするんですけれどもね。握手。ここで登場したのがシャルト流のラニちゃんですね。おそらくなんですけれども、同じ繁殖場からね、レスキューされたのかなという気はするんですけれども、もうわがままボディの8キロですよ。並んでるとね、大きさわかるんですけれども、1匹ずつだったらちょっとわからないかなとも思うんですけれども、ね、この顔かわいいでしょ。でこの子がね今年5歳ということなんですよね。おもちゃはどう？まあ遊んでくれる？これだけぽっちゃり体型なんで遊ばないのかなとも思ったんですけれども、結構ちょいちょいしてくれてるね。で周りに猫ちゃんがいても遊べるんかな。あ、セラちゃんも遊んでくれる？あ、結構激しいかも。ぶつかっておりますけれども大丈夫か。カミカミしてるよ。だからどんどんね、猫ちゃんが集まってきてるんですよね。黒猫のアリアちゃんと隣にいてるのがスコティッシュフォールドのサーガくんですね。みんなと一緒に遊んで可愛いやんか。結構順番待ちができるんかな。あ、ルッツくんも今来たよ。あららら、みんな集まったね。あ、でも、セラちゃん、あ、上に登ったよ。結構激しいな、この子。一緒に遊べるっていいよね。もうどんどん上がっていってくれるやんか。もうちょっと遊ぶ？あ、落ちちゃったね。落ちちゃいましたけど、ルッツがね、膝に捕まっておりますよ。もうルッツ、おもちゃ大好きやからね。まあ、アリアちゃんもそんだね。ラニちゃんは？ラニちゃんまったりしだしたぞ。この容器の中にね、ご飯が入ってるので移動させたんですけれども、みんな動きやすくなったよ、これで。あ、でもラニちゃんは遊ばないかな、あんまり。セラちゃんの方が遊ぶな。今回のお店は大阪重曹駅近くにある保護猫カフェ猫の木さんです。ラニちゃんが今ね猫キックしておるんですよね。これめちゃくちゃ可愛いやんか。噛む？甘噛みしてるの？ちょっとダメだよ、それ手に攻撃しちゃうわね。手はおもちゃじゃないよ。というとね、実はね、おもちゃが取れちゃったんですよね。これね、棒だけになるとね、ルッツくんがね、興奮するんですよ、なぜかね。ちょっとね、危ないなぁとも思うんですけれどもね。普段ね、おもちゃついてるときはね、ルッツくん我慢してくれるんですけれどもね、なかなか変わった性格やで。セラちゃんなでさせてくれるね。あら、ラニちゃんご飯食べてるよ。ね、このぽっちゃりボディを見ただけあってね、やっぱりマイペースなんやろなぁ。ご飯食べんの？アリアちゃんも近づかれへんな。あ、撫でたら食べてくれた。このおもちゃだけどう？先端だけ。先端だけどう？遊ぶ？あ、ちょいちょいするな。あ、これ危ないな。ね、手に当たりそうですよね。撫でておりますけれども。ランちゃんよく食べてる。さあ、棒だけで遊ぶかな？遊んでくれたね。ただちょっとね、反応鈍くなった気がするなぁ。棒だけやと遊びにくいかね。ちょいちょいしてるのは可愛いんだけどね。あ、でも遊び出すかな。そうでもない。ラニちゃん撫でられんのは好きそうな気はするんですけれどもね。あ、ええ顔するわ。隣に座ったんですけれども、ルッツが来たね。ただ、おもちゃ交換してもらいましたよ。ということで、ルッツくんはちょっと興味がなくなるかもしれないんですけれども、
さあかくんがちょいってしたな。あれラニちゃん遊ばない、遊んでほしいな。顎の下カキカキがいいか、この顔かわいいやんか。ちょっとねブリティッシュショートヘアと見分けはつかないんですけれどもね。いやそれにしてもかわいいよ。いい顔してる。こういうぽっちゃり体型の猫ちゃん大好きやからな。セラちゃんも遊ぶね。お、掴んでるよ。ちょっと激しくなった。横になって遊ぶのはいいやんか。周りの子がすごい遠慮してくれるのはいいよね。社会性が身についててね、いい子たちですよ。セラちゃんかわいいやんか。お目目がゴールドのもね、すごい綺麗やね。掴んでるのもいいやんか。めちゃくちゃ可愛い。ちょっとワイルドな顔しておりますけれども、落ちちゃったらアリアちゃんとね、アーサーくんだね、遊んでるの。もうカミカミしてるよ。いいやんか。お、猫パンチ、猫パンチ。両手で掴もうとするのいいね。あ、アリアちゃんもちょっと遊びたくなった？ラニちゃん。お腹もふもふやっておりますけれども、このお腹ね、触りたくなりますよね。ちょいちょいしてる。遊ぶかな？お、横になってくれたよ。あらららら、ら、すごいお腹してるね。猫枕したくなるぜ。あ、猫パンチ？あ、ちょっと怒った？今、シャア言うたね、今。ちょっとラニちゃん、自分から猫パンチしておいてね、シャアはあかんでしょう。あ、サーカ君が遊び出したらね、シャア言うたな、また。すごい、自分から仕掛けたんだよ、君は。なんか猫らしいね、わがままさみたいなのありますよね。もう体型だけでなくね、性格までわがままなんかな、ひょっとしたら君は。ラニちゃんに振り回されるのも楽しいですよ。でもね、人のことはすごく好きそうですよね。結構甘えたさんかなと思いますからね。で、他の方が撮影した動画ではですね、人の膝でふみふみしてたんですよね。もうそれぐらい甘えたさんということなんでね、一緒にいたら楽しいですよ。かわいい。うん、猫パンチした。多分ルッツくんに猫パンチしたね、君は。面白いね。あ、セラちゃんどっか行った。ご飯食べるのかな。まあ、セラちゃんはね、卒業が決定したということでよかったんですけれどもね。足へタンタンタン。なんか怒ってる？ちょっと今機嫌悪いのかもしれないんですけれどもね。どっか行っちゃった。この後ろ姿とかもめちゃくちゃ可愛いわ。ラニちゃんもね、まだ里親さん見つかってないということでね、これからまた追いかけていきたいと思います。皆様いかがだったでしょうか。セラちゃんもラニちゃんもとっても可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫抜きさんでした。セラちゃん卒業おめでとう。Oh.